Oh!
力で大きな声で何回もよく叫んでください。いいですか？声聞こえなかった今。ちっちゃかった。もう一回いきますよ。聞いてました。いいですか？OK、 ありがとうございます。いいお返事。それでは行きたいと思います。
分パサッカイなんか分かってるかい？ってことで、まあ、私たちタイに来るのは2回目でという話だったんですけどね、タイ語と、ね、日本語を混ぜて自己紹介しますということで、まずは佐藤春。はい、佐藤春こと佐藤春香です。 D ちゃん中佐藤春香、みんなで大きな声で佐藤春って呼んでください。せーの、佐藤春。はい、ベチコこと渡辺ベチコです。 D ちゃん中ベチコか。せーの、はい、タサキョンことタサキエナです。リーちゃんとタサキョンか、皆さんタイ語でタサキョンって言ってください。せーの、タイ語。うまいね、タイ語がみんなね。うまい、上手。はい、なーちゃんこと片瀬なるみです。ティーちゃん中なーちゃんか、みんなで大きな声でなーちゃんって呼んでください。いきますよ、せーの、なーちゃん。はい、ありがとうございます。元気かよろしいようで、よろしい、よろしい。はい、私たちは富士山目になってますので、たくさん写真を撮ってください。よろしくお願いします。お願いします。盛り上がりすぎて、私1曲目からこれがもう吹っ飛んでた。本当に本当になんかね、いろいろ飛ばすんですよ。よく吹っ飛んでるよね。そうそう、リボンとか、そう、ネックレスとか、と靴とかね、頭も吹っ飛んでるんですけど、それは置いといて、ゴミ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 。ね、皆さんにタイのお土産を買ってきたんですよ。前回はちょっとドリアンの飴とかあって、ちょっとね、なんかまずいのもあって今回多分美味しいやつを買ってきましたので、ごちごち。皆さん今からなーちゃんとチコちゃんがみんな欲しいと思いますので、一人一個ですよ、取ってみてください。あ、そう、辛いのよ、苦手な人は。これでもなんか辛いイカージって書いてあったよ。皆さん大丈夫？つばめるか。多分人数分は全然あると思うので焦らず、一人。あ、あとここ飲食禁止なので、外に出てから食べてくださいね。お土産え、じゃあお土産話しようよ。ちょっと皆さんに困りつつお土産話を。お土産でも、お土産のお土産に聞い取られて、全然私たちの話、片身片身の分け。あ、すごい、ありがとう。すごいね、タサキョンがね、帰りの手荷物検査で引っかかって、そうなの。なんか化粧水とヘアトリートメントを入れちゃってて、で初めて鳴ったんだよね、ブーって。ブーって鳴ったんだっけ？違う、手荷物がこれなんかチェックさせてって言われたんだ。あ、そう、ダメって言われて、オープンオープンって言われて、カバンの中そうで、オープンしてて、したらなんかタイの人ってなんかすごい温かいから、あ、大丈夫大丈夫みたいな感じで通してくれたんだけど、大丈夫何回って感じだったけど、そう、大丈夫何回って通してくれたんだけど、なんだっけ。それで私、そのカバンに必死でパスポートと携帯を、そう、忘れてたんだよね。そう、忘れてて、そしたらそのタイ人のすごい綺麗なちょっとこわもてのお姉さんがパスポート見て、タサキーって呼んでる、タサキーって。しかもサキーが食べてんの、サキッと食べたらタサキって言われて、私なんかしたっけと思って、そしたらただただパスポートの名前を呼ぶお姉さんで、そう、レーダーじゃないんだよね。だって普通さ、海外の人って下の名前結構呼ぶよね。どうなんだろう、なんだっけ、タサキって。で、私たちがめっちゃ笑ったら、ワンモアワンモアって言ったらね、真顔でタサキなんかすごい、なんか私の名前さらされてさ、めっちゃ面白いんだよ。とりあえずタイの人みんななんかあったかかった、タイし、なんか結構さ、メスっとしてて、ティッシュ渡すと、ティッシュ配ってたんですよ、私たち。タイで3000個配ってきたんですけど、そう、結構みんなもらってくれるんだよね。そう、みんな笑顔でもしてくれるんだよね。そう、置いといても取ってくれる。そう、これ本当に本当に本当に泥棒じゃなくて、怒られたんだけど、怒られるからあんま大きな声は言えないんだけど、ちょっとね、ある場所にここに並べておけばって言って並べておいて、10分後ぐらいに戻ってきたら全部なかったんだよ。すごい、みんな持って帰ってくれる。関西人なのかな。関西人ではないけど。いや、でも本当にお土産みんなもらえました？もらった？もらったけど、ありがとうございます。ありがとう、食べてください。いや、楽しい楽しい、ね、タイ公演でした。
たね。本当に本当に1回目はあのチアーズさんのあの企画で1位にさせてもらって皆さんのおかげでタイに行けて、そのタイに行けたことがあったから今回ジャパンエキスポに出られたわけですから、本当に日本で応援してくださいかちゃって、日本で応援してくださってた タイの皆さんじゃない、みんなタイ人じゃん日本で応援してくださってた日本の皆さんと、そして1回目行って知ってくれて待っててくれたタイの皆さんのおかげだと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございます。そしてね、また日本に帰ってきてノタルが前に進んでいくために、この間あのお知らせがあったんですけれども、タサキョウの誕生日を3月8日にニューシングルリリースします。これ皆さんからのあの歌詞を元に作らせてもらったすごい泣ける曲にちょっとなってしまったので、あのすごい本当に曲をね、歌詞をね選んだらね、すごい思い入れのある、多分歌詞採用された方もいますよね。そうですね、そうそうそう、ありがとうございます。すごい心のこもった一作になってるので、今頑張って制作中ですので、皆さんぜひ楽しみにしておいてください。よろしくお願いします。お願いします。それでは次の曲に参りましょうか。あれか、じゃあ、あの今もらったお土産をまあサイリウム代わりにどうしてもいいよ、どうしてもいいよ、どうしてもいいんだけどちょっとなんかちょうどいい長さかなと思って。メンバー分もあるよ。え、ほんと、じゃあ端っこ切るのさ、古かって割れそう、割れそう、割れそう、割れそうだから気をつけて、気をつけて、はい、いいな、そこ、あ、そこ並べる、そこ並べる、そこ並べる、ちょっと端っこに置いとこうか、どんな光景になるのかはちょっとお楽しみですけどじゃあ、聞いていただきたいと思います。 Just Now。
なるな。ブリッコなんてしてないよ。お前ブリッコだな。ブリッコなんてしてないの。今日レディーガールで終われると思ってんのかブリッコ。だって今日レディーガールで終わるっていう説明だったじゃん。そうだったっけ。うん、違う。え、違うの。違う。なんかブリッコじゃないんだけど。ブリッコ置いとこう。今日は何の日か知っておるか。何の日。お、1月29日。今先に言われてみる。いい日を見せる。分かってるからね。おいブリッコ黙ってくれ。1月29日はい。いいぞ、ごめんね。私いいぞ。1月29日、いい肉の日にあの曲をやらないでどうする。でもさ、一番最初にやったじゃん。やったよ、やったよ、もうやったよ、もうじゃあ今日終わろうか。Bye.
裏でね待ってたらすっごい寒かったんですよ。あの雪降るらしくてすっごい寒くて、ね、窓開いてるのかって思うぐらい、ね、寒かったんですけど、今こんなに汗だくになれたのは皆さんが熱く盛り上がってくれたからだと思います。改めてありがとうございます。タイでのね雪を胸にもっともっとあの今年はワンマンライブが3カ所でも東京、名古屋、台湾で決まっておりますので、それに向けて突き進んでいきたいと思います。また来週あるのもね、定期ライブ。そう、来週定期ライブがあって、日曜日は外春の生誕祭があって、おめでとう、おめでとう、すごい誕生日挟まれてるね。そう、6日ぐらいなんですけど、5日と7日あるので、よかったら遊びに行ってください。新曲のリリーベもどんどん入ってきますので、お、なんかいいご紹介したね。まあそう、そうですね。頑張ります。あのそう、リリーベが入って、そしてまた2月19日に定期ライブがあるので、よかったら皆さん遊びに来てください。すごい、よく言えたね。すごい、私こんなんで褒められるの？これぐらい言えるもん。あ、楽しかったね。終わりたくない時間ですけど、あの雪降るらしいので皆さん本当にあの寒暖差でね、あの心臓とかならないように気をつけて、あの確かにね、そう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 、怖いからね、怖い怖い、暖かくして帰ってください。以上、私たちソーシャルアイドルのノデルでした。あなたかわいいわ。